リバウンドだね。これな、実はさ、パスが練習になるっていうの分かるよな。当然シュート打つ人の一番練習になるけど、でパスして、パスもビュッと、そう。で、コーチなんかはどういう風にパスしてるかっていうと、この白井くんが、はい、読んだ時に、お腹のところにパスもらうのが打ちやすい人なのか、もしくは、もうちょっと上、胸のところぐらいに来る人が入りやすいのか、それをいつも見ながら意識してパスしてます。わかる？そしたら自分のチームメイトが、例えば試合中にこう来ててパスしてて、はいって読んだ時に、お腹にパスしたら決めてくれる確率高いと。だってこの子打ちやすいんだよ。白井ちなみにそれと胸に、はい、来て、今お腹にやった。胸とか顔の前ぐらいに来るのどっちが打ちやすい？下らへん。この辺が。ここ。どこ？やば。さっき来てるやつだよ。一番のやつ。お腹の辺。はい。で、はい、言うて。大丈夫。はい。打ちにくい。不服そうな顔です。打っていいよ。はい。いいところに行ったらいい感じでシュートが。カット。いいところに行ったらいい感じでシュートが。ちょっとパス高かったです。わざと高めにやる。あ、わざと高め。はい、実はあの辺やと思う。なるほど。なるほど。というパスの練習ですね。で、リバウンドの方も実は入ってます。